おはこんばんちは。座りな。もう5時だよ。何時間こうしてたんだい？激アツじゃ！目玉焼き作れっぞ！アイスミルクでも飲みに行く？あなたもお兄さん、なんであんなことに。兄は未だに自分のことを許せないんだと思います。そんなのただの独りよがりの甘えん坊ちゃんだろうが！兄をよろしくお願いします。はい、足りない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 んだよ。はいはい、わかります。私は今兄ではなく父という存在として、兄という存在が、あんただよ。はい、わかります。ほよよ、あんたモテるでしょう。まあそれなりには謙遜しないんだ。狙った獲物は外しませんからね。すっごい自信！そんなんじゃないよ。ただその女が興味あるかどうか。じゃあ私はどうかしら。それは秘密にしておきます。それだよ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 。あんたはいつも人に合わせているだけで自分がないんだよ。もっと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 己だけで勝負しろ。俺がこの俺が人に合わせてるだけ、人に合わせてるだけ、人に合わせてる。サナエ、先輩として背中、胸貸してやります。はい、じゃあ行くよ。よーい、はい。おはこんばんちは。座りな。もう5時だよ。何時間こうしてたんだい？激アツじゃ！目玉焼き作れっつわ！アイスミルクでも飲みに行く？あなたのお兄さん、なんであんなことに。今未だに自分を許せないんだと思います。ただの一人の甘えん坊ちゃんだろうが！そんなのただの一人の甘えん坊ちゃんだろうが！独りよがり、ただの独りよがりの甘えん坊ちゃんだろうが！おはこんばんちは。一旦休憩。どうしよう、手応えないよ。私は猫です。